こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、アシェットの、ターミネーター T800 を作る、こちらのパック15ですねが届きましたので、こちらの作業やっていこうと思います。サイズがね、もうだいぶでかくなってきたんでね、かなり画角内で作業をするのがしんどくなってきましたけれども、なんとか作業やっていきますので、よろしければ最後までお付き合いください。というわけでやっていきましょう。はい、それではパック15の、ステージ57ですね。57号の作業をやっていきます。で、まあ入ってる部品こんな感じなんですけど、57号はここになるので、ここのパーツ出して組み立てやっていきます。はい、そしたらまずはよくしょっと、前回までのね、この胴体を出してきて、ここの部分にこのパーツをはめ込みます。この前のね、ネジを締めたくぼみのところにこの突起を合わせて差し込んであげて、でこの真ん中を六角で締め込んでいきます。よいしょ。でね、今この股関節がゆるゆるなんですよ、現時点でね。現時点でゆるゆるなんですけど、これを締め込んでいくと硬くなるのかな、どうなんだろう。まあ、ゆるゆるでもね、基本あの体重を支えるのは背中側につける支柱で支えるはずなんで、あ、ここ締めると硬くなるな。硬くなるけどこっちが外れてるね。あ、ここをね締めるとね硬くなりますね。だから中のボールジョイントのカップの方まで貫通してるのか。だから締めすぎると動かなくなっちゃうので、ちょっとこう動かしつつ様子を見てあげるっていう必要がありますね。これ、ね、あ、映ってなかったの、大丈夫かな。ここね、こんな感じにしてあげます。はい、そしたら一旦これでこのパーツは置いておいて、よいしょ。で次にこっちのパーツのこの2つを組み合わせます。この段がある方をここにズボッと差し込む。でここ結構きついので接着しなくていいってことなんで、こんな感じでセットしてあげたら、これで57号の作業終了になります。なので次の58号に行きましょう。はい、続いて、58号、右大腿部へのパーツの取り付けということで、履いてる部品こんな感じになるので、このパーツを、大腿部のここにセットします。ここにセットしてあげたら、胴向き、こう向きの方がいいかな、裏側から、ネジ3本で固定するので向きを変えてあげて、1、2、3箇所ですね。3箇所で固定してあげます。映ってるか、大丈夫かな。もう足がついた途端サイズがでかくて、はい、こんな感じで3箇所ネジを固定してあげます。で次に、さっき組んだこのパーツ、このパーツをここにセット、ここにセットして、でこのネジで固定。なので、よいしょ、あ、早い。ここにネジを通してここで固定と。でここは一応動くように締めすぎないようにっていう指示があるので、まあそこそこの締め具合にしておきます。ただこれネジ穴とね、この穴とネジの太さが全然違いすぎて、めっちゃガタがあるんですよね。これすっげえ気になるな。
ここになんかスリーブみたいな筒みたいなの入れたいですよね。これは嫌だな。まあいいや、はい、こんな感じで取り付けたら、これで58号は終了で終了になります。はい、それでは次行きましょう。はい、続いて59号、右大腿部の組み立てということで、アイテム品こんな感じになるので組み立てていきます。でまずこのパーツ、このパーツに、この輪っかのパーツを取り付けるんですけど、ここは接着するように指示があるので、接着剤、瞬着ですね、瞬着をつけてあげて接着します。まあこれ他のところでも散々言ってるんですけど、このパーツって要は関節のクリックのパーツなんですよね。なんで組み立てるとここにギュッとパーツが押さえられる形になるんで、別に接着してなくても問題はないと思います。まあ、組み立てるときにポロポロ落ちないようにっていう意味で、こういうのが入ってるんだと思います。はい、こんな感じ。そしたら今回これは使わないので避けておく。で次に、このパーツ、シリンダーのパーツですね、シリンダーのシャフトのパーツの端っこにこのゴムブッシュを取り付け、でこのゴムブッシュは、ここのくぼみが小さい方と大きい方があるので、大きい方をここにはめ込んで、でこのお皿付きのビスで固定すると。これ他のとこでも同じような構造あったんですけど、このネジを締めるとこのブッシュがちょっと潰れるんですよ。その潰れ具合でシリンダーの渋みがある程度調整できるので、その辺はね、後々一回その外灯のシリンダーに突っ込んでみて、具合を考えるっていう感じで、ちょっとねこれ今回これ以上作業しないので、このパーツは、どのシリンダーに刺さるのかがちょっといまいちよくわかんないんですよ。なんで、まあ、とりあえず一旦置いておきます。はい、次回これをいざ刺すときに刺してみて緩かったら調整するっていう感じでやってみます。はい、まあ別に緩くてもいいんですけどね、別にこれで体重を支えるわけではないので。はい、そしたら次に、よいしょっと、また本体を出してきて、本体のこの部分ですね、この部分に、前に組んだこのシリンダーを取り付けます。でこのシリンダーはここに1の刻印が入ってる方、これを使うので、これをここにこういう形で取り付けます。取り付けるとこのシリンダーが外側を向く形、シリンダーが外側を向く形になるので、その向きでセットして、でここにネジをねじ込むと。ここはね締めてもゆるゆるのまんまなので、こういう状態にしてあげたら、これで、59号の作業は終了になります。おそらくこれはねここにつけるんですよね、ここの膝関節のここのパーツになると思うんですけど、今回はとりあえず取り付けないっていう形なので置いておきます。はい、では次行きましょう。はい、では続いて60号やっていきます。60号は入ってるパーツはこんな感じで、最終的には右足の組み立てっていう形になります。はい、じゃあやっていきましょう。でまあやること自体はねよう似てるんですが、また同じくここに、ここにこのクリックパーツをセットしてあげる、こういう形でセットしてあげたら、またこのシリンダーのシャフトのパーツにブッシュを取り付ける、これを取り付けます。でさっきのとちょっと違うのは、この端っこがね片方このナットが入るようになってるんですね。でここにこの付属のナットをセットしてあげます、スポット奥まで。でこれ説明、公式動画では言ってないんですけど、ここねこのままプラプラだとおそらく作業がかなりしにくくなるんで、このねパーツのくぼみとこのナットの間のところに軽く瞬着入れて、固定しておいてあげた方がいいと思います。はい、こんな感じ。そしたらこれも一旦避けといて、次に、
また本体を出してきて、次お尻側ですね。お尻側のここに、この2番の刻印が入ってる方のシリンダーをここに取り付けます。これもね、外側を向くような形で取り付けてあげます。で、ネジはこっちやな。よいしょ。そしたらこれをここにセットするんだけど、ドライバーがこのままだとドライバーがまっすぐかからないので、ちょっと作業しにくかったら股関節の角度をちょっと変えてあげて、これ違うな、間違えた。ここはね、こっちのネジだな。こっちの短い方のネジですね。ごめんなさい。こっちのネジを使って固定でした。まあ、固定というか、ここもね、可動部になるんで、締めすぎないように固定してあげる。で、あんま締めすぎるとね、こっちの内側に当たって、このパネル浮いてきちゃうんで、ここのパネルが。なんで、まあ、浮かない程度ぐらいに締めておいてあげたら、次に、さっきナットをつけた方のロッドをここに通してあげます。言うと。足踏みもちょうどいい感じなんでいいんですが、これどこまで刺したらいいんだろう。ちょっとね、わかんないんだよな。ここ、中のこのシリンダーも伸縮するし、ここも伸縮する。で、ある程度のところまで行くと、中にスポッと抜けちゃうんですよ。だから、どこにセットするのが、正解なんだろう。ちょっとね、わかんない。うん、でも、公式動画の写真を見る限りは、もうこの中のチューブ、ここのチューブを乗り越えるぐらいのところまで刺してるっぽいので、まあ、それでいいのかな。ちょっと待って。よいしょ。はい。まあ、こんな感じで、2段階で刺しておきましょう。はい。で、その前に組んだ方のもう一本。こっちは、このフロント側のシリンダーに刺さります。よいしょ。こういう形。で、刺してあげたら、さっきのこの長いネジを使って、これを固定するんですけど、まずこっち側。こっち側が、この外側というか、こっち側ね。について、で、前側のやつがこういう形で、ここを貫通する形でネジが通って、で、さっきセットしたナットにネジがかむっていう形で、ここもね、可動部になるので、あんまり締めすぎると動きが悪くなっちゃうので、そこそこのところにしておきます。そうするとね、こういう感じで太ももの可動に対してシリンダーが伸縮するっていう構造になります。はい、こんな感じ。はい、そしたらこれで、今回の、パック15の作業は全て終了っていう形になります。で、この2つはね、取り置きですね。さっきみたいにこっちが外側、このパーマの耳みたいなやつが外側で、こっちの丸いやつが内側につくっていう感じで、この中にね、すねのパーツを入れてから、すねのパーツを差し込んでからくっつけるっていう形になると思いますので、また次回以降この辺は作業やっていこうと思います。はい、そしたら、これで今回の作業は終了になりますので、また次回以降、届き次第、レビューしていきますので、続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。